ということで、今日はこのちょっと薄曇りの寒い中、万博公園にやってまいりました。車も少ないですね、やっぱり。はい、遠くに太陽の塔が見えております。やめているわけではございません。はい、あ、そうそう、前までそこがそのエキスポランドやったんですね。はい、それがなくなってエキスポシティになったんですね。はい、こちらから入っていきます。渡っていきます。ニューエンケン自然文化園日本庭園って書いてるけど、これで行けるのかな。はい、ありがとうございます。ご案内します。僕、あのお子様の頃に来たはずやねんけどな、この真っ最中に。そうそうそう、多分4歳か5歳やってる気がする。これあった、あったよ、もちろん。これその時にできた。そうそうそう、多分こんな感じ、これぐらいかな。はい、せーの。お、すごいな。あー、そうかな。なんかテープ動いてた、結構すごい柄なんてなかった。あ、これの中ね、うん、そういう、あ、せーせー、そういえばなんかやってたような気すんな、そういうの。でかっ、でかっ。太陽の塔の裏側ですね、これは。ここから入っていけばいいのでしょう。さあ、はい、あ、写真撮影は禁止なんですよ、これ。あ、そうですね。はい、1回のみ撮影は OK ということで。祈り、命って、祈り人。へえー、こんなのあったんですね。どうね、もう入れると思ったかな。初めて入ってきました。足元暗くなっておりますので、お気をつけください。はい、すみません。あ、そうそう、なんかこういうの見たことあるように。テレビで見たよね、これ。はい、では、撮影ができるのはここまでということで、はい、残念です。はい、はい、ということで太陽の塔でした。はい、いやー、すごかったですね。はい、すごかったですね。でも本当にお見せできなかったから残念ですね。はい、これで、ね、でもなんかあの、はい、うん、入ってみる価値あるかもしれない ね。あるある、うん、ここまで来たら、はい、この辺がお桜のところ。そうそう、まあ、僕らの花見したのがあの辺かな、確か。そうですね。はい。で、あの Google のストリートビューが通ったんですね。はい、はい、はい。あ、これがいい。インターはいはい。はい、はい。で、あ、隅っこ暮らし。これは隅っこ暮らしのお手拭きですか。はい、ではいただきました。何やったら来れないの。二人撮りの、はいはい、の藤浦か。はいはいはい、はい、どうも。カメラ落とさないように。はい、了解です。はい、まず風上の方に向かわせてください。結構奥の方までやってきました。すごい、すごいね、はい、なかなかすごい。夜にやったら酔ってきてるか。どうやろう。ということで、スワンボートでした。スワンちゃうわ、ホエールボートよね。はい、うん、
はい、ということで梅林の方にやってきましたけれども、はい、まだちょっとやっぱり花咲くには早いんだけど、でも咲いてるやつもあるもんな。白いのは、はい、1本まっすぐ咲いております。うん、この辺り綺麗ですね。永山柏。ちょっと違うよね、あの南の。せやな、みなべのやつやったらこの枝が、枝っぷりがないよ、うん、その枝を持って帰ってるぐらいの長さやもんな、あの枝、うん、結構鮮やかに咲いております、はい、これは大阪月、うん、はい、うん、こういうの結構ずっと眺めてられるんやけどね。これだって何回もやるの、あの、キネをついたりするんですよ、うん、あの、軸の中の方でね、あー、こっち側ね、はい、回ってることいいね、多分、妖怪の差しちゃうかな、アマビエとツーショットですね、はい、せーの、はい、学校みたいな、あ、ほんまや、森の教室、うん、ね、足洗います、はい、そこに、あの、あれやな、あの、レモンの石鹸つっといてほしいよね、あとその蛇口に、ほらほら、あ、これがあの万博ピーストですか、世界最大のアスレチックタワーらしいですよこれ、あ、ほんまやアスレチックやこれな、そうですね、しかも真の目の方に何とか自転車が置いてあるんですか、これすごいね、すごいね、まあね、これ確かにあのカメラを持っては入れなさそう、多分これすごい、あ、ちょっと今日は営業してないのが残念ですね、やっぱり、え、はい、絶対上の方が無理やもん楽しそうやけど、多分絶対足が続くんで行かへん、多分な、もうあの、この2階ぐらいでもう限界じゃん、そうやろね、あんな、あそこのあんな木の上を歩くんやろな、多分結局子供も邪魔になるんですよ、私、うん、これはやる気よったぜひ一回やってみたいですね、ね、はい、カラスが大量におって、その向こうに白樺の林があります、はい、白と黒の対比が美しいですね、はい、これは煙を表現してるみたいです、はい、はい、続きましてこちら、これは悲嘆する花、ちょっと花やるね、うん、なんか悲しんでるんですね、これは、はい、はい、一周帰ってまいりました、はい、結構広かったです、ていうかまあ一周も回ってないような結局ということで、はい、万博記念公園の、はい、太陽の塔さよならですね、はい